お名前と劇中での役名とそれがどういうキャラクターなのかもぜひ簡単に教えてくださいじゃあまずは正玄さんからお願いしますはい、えー、池のゆりか役を演じさせていただきました正玄二王子と申します、えー、池園ゆりかちゃんは、えー、本当に底抜けに明るく楽しいことに一直線な女の子を演じさせていただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします 渡辺さんお願いしますはい桐一沙を演じました渡辺里奈です桐一沙ちゃんはすごい打ち気でおっとりした性格なんですけど夢に向かってまっすぐ一筋な女の子ですごく可愛らしい子ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします藤島さんお願いしますはい羽川めぐ役を演じさせていただきました藤島佳穂です 羽川めくちゃんはちょっぴり小悪魔な部分があって面白い子なのでぜひ注目していただけると嬉しいですよろしくお願いしますお願いします石塚さんお願いします瀬田しおり役を演じさせていただきました石塚珠樹です瀬田しおりちゃんは好きなものに一生懸命な女の子なんですけどたまに天然だったりはたまたしっかり者だったりいろんな一面がある女の子になってますよろしくお願いしますお願いします小西さんお願いします はい、増谷綾乃役を演じさせていただきました、小西七海です。えっ、ー、と増谷さんは <laughs>。えっと、クール、東京なクールでかぶれている。落ち着いてください。<laughs> <laughs> すみません。はい、えっと、東京クールかぶれ。あ、です。そう、そうですよね。はい。ぶ、ぶってる。<laughs> あ、クールぶってます。<laughs> いすね、はい、実はオタクです。お願いします。お願いします。えー、続いて。 竹内さんお願いいしますはい、辻坂美穂役を演じさせていただいた竹内輝りですと美穂ちゃんはバスケ部役ですごい気分屋なんですけど実はあの好きな男の子に一途でずっと追いかけてるっていうなんか不思議な役を演じさせていただきましたはい、はい、よろしくお願いします <laughs> 平尾さんお願いします。はい、えっと花里美幸役を演じさせていただきました平尾ほのかです。えっと美幸ちゃんはですね初めて美幸ちゃんって言ったんですけれど、花里さんはですねあの東京都クールな女子に憧れを持つとってもピュアな女の子です。よろしくお願いします。お願いします。清水さんお願いします。はい、角村若菜役を演じさせてさせていただきました清水理子です。えっと若菜ちゃんはですねサバサバで男女関係なくみんなと仲良い,い。 というような明るい女の子ですよろしくお願いしますお願いします宮地さんお願いしますはい柳かね役を演じさせていただきました宮地すみれですあかねちゃんは大都会に出ても相変わらずマイペースで迷子になっちゃうようなちょっと天然な女の子なので映画中でも温かく見守ってくださったら嬉しいですよろしくお願いしますお願いしますでは山下さんお願いしますはい 門林萌え役を演じさせていただきました。山下春香です。えっと、萌えちゃんはもうビジュ,ビジュアルからわかる通りギャルです。ギャルでして、あとはあの大事なところで、何かハプニングを起こしてしまうような。はい、あのドジっ子というか、爆弾娘であります。どうぞ劇場でお楽しみください。よろしくお願いします。 そして完全にこうなんか、場違いなとい雰囲気を漂わせるか一人だけ監督。監督も挨拶お願いします。はい、はいえー、担任のくまきりです。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> えっと、今日はあの朝早くから、あの皆さん、ようこそおいでくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。演技初挑戦だったんですよね、今回ね。はい。はい、え初めてこの映画に出るよって聞いた時は、しょさん、どう、正直どう思いました。 いや本当に驚きましたしとっても嬉しくてやっぱり演技に興味のある子ばっかりなのでみんなで嬉しいねっていう話もしましたしこうしてこの私たち4期生普段4期生で年齢もバラバラなんですけれど今回、この作品では同い年ということでこうやってみんなで高校生のような服装を着てこう楽しくありのまま撮っていただけてすごく幸せでした。 それ不思議でした。だって年齢上下もなくて、みんなほらためでガンガン喋るわけじゃないですか。はい。それどうどうでした実際に演技？いや結構でも意外と違和感がなくて、そうですか。はい普段からもうずっと楽しくこう,う同い年のように接してもらっているので、<ー>すごく楽しかったです。そうですか。 えで皆さんじゃあ元々俳優とかも目指してる方も多かった中で今回演技初挑戦というねじゃあ渡辺さんはどうだった、はい、そうですねやっぱり4期生全員で映画初挑戦だったのでそこはすごく驚いたんですけどやっぱり普段から4期生は4期生ライブだったり番組だったりすごい4期生で活動する時間もすごく多かったのでそこで 強く深まった絆がこの映画期間にすごい発揮されたんじゃないかなと思ってすごく楽ししい撮影期間でしたあの最初監督お願いしますよって言われたときっていうのはいやまさか、ね、僕の今までの作風から僕にこういう話が来るとは思ってなかったので <laughs> はい、はい、これを断るともう二度とこういう話はないなと思ったので <laughs> はい、はい、ちょっとまあ新たな挑戦としてやってみたいなというのはありました。 4期生の皆さん全員と監督がお会いになったときに正直、どんなふうな印象でしたえっとなんか、まあ、なんとなくその、まあ、僕、全然こう、ええ、勉強不足で分かってなかったんですけど写真とかの印象で割と同じタイプのかわいい子たちが来るのかなと思ってたら会ってみるともう本当に個性的で一、はい、<laughs> 人として同じタイプの人がいないというか。まあ <laughs> 結構バラバラな感じがすごく面白かったですね。あの監督の中で事前に思っていた印象と実際あったら一番違ったなっていう誰ですか。もう正直この中で一番っあったら思ったのと違ったなと思って気になります。一番違う意外だったなっていう誰ですか。<laughs> いや割とみんな違ったですか。<laughs> <laughs> まあそれは撮影してみると違ったなって感じがします。 そうですかで演技初挑戦って監督から見てどうでしたいや、まあ、初めての方とやるのはすごく面白かったですね、あのすごくまあ素直にあのこっちの話も聞いてくださいましたし、えーとまあな、なんというか、彼女たちの等身大の姿をこっちは撮りたかったのですご,すごく素直にそこに,そこに気持ちを置いていてくれた感じがして、僕も撮っていて、すごく清々しい気持ちで。 こんなに清々しい気持ちで映画を撮ったのは初めてです。<laughs> 撮りながら清々しい気持ちになっていったっていうね。ありました。ありがとうございます。で、あの台本が来るじゃないですか。台本を最初に読んだ時の気持ちは、藤島さん、どうだったんですか？はい、本当に何でしょう。まず最初に仮台本をいただいて、その役が決まってない状態で仮の台本をいただいたので、うでね、もうこのお話の子たちが自分たちに。 どんどん当てはまっていくんだっていうのがすごく不思議でしたし嬉しくてもうワクワクしながら読み進めていったのを覚えてます私はこの役かななんて思ってた役ありました全く想像がつかなくてそう,そうなんですですも実際にこの「羽川めぐちゃん」という役をいただいた時にあの私と近いなっていう部分があったりもしてどういうところが近いんですか そうですね。あのー、意外となんか楽観的なところとかはすごく私に似てるなって思います。すごく行動派なめぐちゃんです。うんうん、なるほど、ありがとうございます。石塚さんは台本読んでどうだったんですか？私も台本が送られてきた時にあドッキリじゃなくて、いよいよ本当になっていくんだなって思ったと同時に、こう役も本物の台本を送られて。 来たた時に発表されていたんですけどこう演技が本当に初めてで右も左も分からなくてまず最初にやったのが瀬田栞里ちゃんの MBTI 診断っていう、えー、<laughs> 性格診断が今流行っていると思うんですけど瀬田栞里ちゃんの MBTI を自分なりに考えて。あの 演じてみました。<laughs> すごい。感動こ,これ役作りの一環ですよ。これね、自分で分析していくっいうね、はい、キャラクターね。ーで、まあそこから始まって、自分と似てる似てないどうだったんですか。いや本当にそっくりで、あのー、なんて言うんでしょう。そのしっかり者かと思えば、ちょっとポンコツな部分だったりとか、好きなものに <laughs> 一直線な部分だったりとか、一番この十一人の役の中でセッタちゃんが自分に似てるのかなって。 今回は完全オリジナル脚本ですけれども4期生皆さんの過去のエピソードも盛り込まれたと伺っておりますえ今、ね、あの最初は仮台本で配役なかったとおっしゃいました監督あの脚本制作や実際に役に当てはめていく配役するときのお話を伺ってもいいでしょうか。脚本作りは、えっとまあ あらかじめまあ,ある程度の,その筋というかあった中でその後あのプロデューサーと脚本家に事前に面談をしてもらってちょっと僕は別作品に入っててそこは参加できなかったんですがえかなり長い時間のえまあグループ分けして面談した映像を撮ってもらってその中で出てきたまあ過去のエピソードとかをこうまあ彼女たちにまあ実感を持って。 等身大の姿を演じてもらうというところでそういうエピソードを盛り込んでいってまあ配役に関してはと先ほどおっしゃってたように仮台本を渡してそこでまあいろんな役を組み合わせを変えたりしてまあ演じてもらってそこでバランスを見て考えていきましたなるほどあの仮台本を読んだときに自分もしかしたらこの役できるかなとかやりたいなと思ってて実際にその役だったという方とかいますあやっぱか セッタ修理ちゃんやっぱりあのはいあのー、その仮台本の段段階でのリハーサルでもセッタちゃんを演じさせていただいててそのままだったので,たでおまでもこの役だった嬉しかったです、ね、わかりました、えー、清水さんは原宿竹下通り行かれてましたが撮影なんかいろんなことあったと思う、はい、どうどうだったんですか。 そうですねあの平日の竹下通りのメインストリートで撮影させていただいたんですけどあの平日の竹下通りをまずあんまり通ったことがなくて私自身がなので撮影でそのたくさん人がいる中を通っていくっていうのが初めてだったのですごくなんか新鮮な感じもしましたしたくさんの人の中をくぐり抜けていくのが楽しかったですね。 カメラって結構離れて撮ったりとかしてるんですか？そうですね。離れて撮ってもいましたし、あの自分で自撮りであ,あの撮ったりもしたんですけど、それが結構難しかったところではありますね。 でもそそれこそまた映画撮ってるって誰もわかんないですよね、なんか周りの方とかってそうですね、多分だから私がただあの歩いてる女子高生に見えてたんじゃないかなってすごく思います <laughs>、はいあとやっぱりあの映画を撮っているその出来上がったそのシーンとかを見てもどう思いいましたいや本当にあの客観的に見たら結構人が多くって自分で歩いてる時はそんなに思わなかったんですけど結構、人が多い中をこうやって。 スルスルスルと抜けていってたので結構あの、得意なんじゃないかなと思って人通り抜けるの <laughs> 抜けていくのが得しかも監督、今回結構撮影時間が相当タイトだったと伺っておりまますがそうです、ねまあ本当に事前にリハーサルはできたんですがちょっと彼女たちは忙しいのであの実数としては2週間ないぐらいで撮ったので。あ ずっっと全力ででで走ってたようなな感じです、ね、なるほど、はい、でもいよいよ公開すねこの映画がもう皆さんにようやく見てもらえるんだっていう楽しみもありますし、うん、舞台挨拶<お>すごい夢だったんですよ、やることが。<あ>なので4期生みんなと監督とすごい大切な時間にしたいなと思います、はいね、10月26日、全員が登壇する予定になっております。はい楽しみです まだまだお話し伺いたいんですけれども時間迫ってまいりました。最後に庄厳二さんと監督からこの映画を楽しみにしている皆様にメッセージをいただきたいと思います。まずは庄厳二さんからお願いします。はい、えー、本日はお越しいただき本当にありがとうございます。えっとこの映画は4期生が初めての演技に挑戦させていただいた作品で私たちにとってすごくかけがえのない大切な思い出さ思い出で作品になるかなと思っております。この作品であの見に来てくださった方にこの 高校生女子高校生たちがこのたくさんの方との交流を通してたくさん成長していく姿を楽しんでいただけたらいいなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では監督お願いします。えっとまあ今までにもあの何度かあの新人俳優が僕の映画からデビューしたってことあるんですが、今回まあの11にまとめて映画デビューというこんな すごく光栄な機会をいただきまして、えー、僕もすごく新鮮な気持ちで撮れた映画です。えー、ぜひあのまあファンの方はもちろんあの三十回ぐらい見てほしいんですが、ファンの方以外でもあの映画ファンの方、映画好きの方々にあのぜひスクリーンで、えー、まあアイドル映画という色眼鏡抜きで見てもらえたらなと思ってます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。 しばらくいただきます。もうしばらくいただきます。もう少しです。すみません。待ってください。すみません、もう少し。はいどうでしょう。ありがとうございました。大丈夫ですね。ええ、キャスト監督の予想でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。